腹ペコアザラシと申します。信長の野望を申請、難易度は上級、シナリオは尾張統一、選択大名は長宗我部。第19回を始めさせていただきます。前回は中国北九州の諸城で北九州を、四国の諸城で南九州を制圧戦と動いているところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。名の者、戦の支度だ。よし、合戦できる。何事か、やっていきましょう。2部隊1万、威風は出ませんが、ここは圧勝していきましょう。相手の1万を撃破。残り2850しかね、残り手がこちらは減ってないですからね、楽勝ですね。縛り上げなさい。投与しましょう。秘伝には使えられます。では解放していきましょう。甘いです。彼ら兵糧まだあるね、コウロモリさんたち。そしたらいいですね、このまま南下させましょう。帯城に向かって。で、北九州はどうなってる。うん、いい具合に進んでますね。岩屋城からも伊万里に向かわせましょう。で、征服寺に向かってるこの2部隊は伊万里に向かいましょう。ちゃんと城攻めになってるよね。あの城を奪いに行く。で、この辺りの部隊ですね、この2部隊に対しても伊万里に向かわせましょう。で、日の江城の周りでも軍が出てますね。さてさて、戦が始まる、備えよ。さて、あとは帯城付近での戦いですね。敵勢退けたり。この2部隊が来てますね、義弘と。我が手にてついえたり。素晴らしい。よし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 、嬉しゅうござる。頂上です。いや、もう分かった分かった。この城は、はい、帯城陥落と。生け捕りとしたぞ。投与していきましょう。お断りじゃ。では解放していきましょう。後で食いても遅いぞ。やりましたぞ。素晴らしい。分かった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 。もういいよ、この万歳万歳って言ってるよ。そしたら全軍でここまで行きましょう。高山城まで落としたいな。行くだけ行ってみるか。どちらにしろ行きたいんだよな。あー、キラさんが大切な一門武将なのに。喜んでかかりましょうぞ。で、信長とは84と婚姻関係にあり信頼に足ると。そしたら殿氷城から梶木城、人吉城から梶木城、泉城から梶木城に向かいましょう。これ包囲なんか悠長にしてるよりも、ちょっと待ってよ、どれぐらいなんだ。日の江城耐久値は4000か。悠長に包囲してても勝てんのかな。まあ、ここはコンピューターに任せるか。で、佐賀城が強行中と。もう少しで落ちそうですね。この部隊、捕獲さんは佐賀城向かわせよう。あと西園寺さんもちょっと佐賀城だな。城攻めと行くぞ。うん、これでバランスも取れるでしょう。
では進めましょう。皆の者、戦の支度だ。敵軍退けたぞ。よし、もう陣を構えよ。城攻め。よし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 、佐賀城を持ちました。で、佐賀城に詰めていようとした部隊は伊万里でなく大村まで行きましょう。あの城をいただき、よしよしよし、これで日野江城ももう落ちますしね。まあ落ちますしねっていうか落ちるでしょうから、一気に北九州は我らのものになりますね。よし、合戦が可能になりましたね。合戦していきましょう。4部隊で2万9000、約3万と2部隊の1万1000。まあ、威風は発生しませんが、ここで全滅させておきましょう。壊滅。おっと、島津さんまた捕らえましたね。でも絶対仲間にならないんだよな。やっぱ一族を切っちゃったからな。でも戦なんだから仕方ないよね。そう思うんだけどな。思ってくんないのかな、そうやって。触れてやるわい。お断りじゃ。いや、お断りじゃになっちゃったな。解放しましょう。ありがたく帰らせてもらうわい。でもなんかコメントが変わってきた気がするな。兵を奮い立て。よし、合戦になる。2部隊4戦やっていきましょう。まあここでも絶対負けることはないですけどね。はい、撤退です。はい、全部隊撃破。まあ圧勝でしたね。で、あとは高山城を強行していきましょう。この城もらい、はい、日の江城陥落。帰還していいよ。全選択騎乗ですね。城へと引き返せ。で、日野江城に対して誰を入れてきましょうかね。滝田さんにしとこうかな。統率が高くて侍大将、ああ結構いいのいますね。明智秀光にしよう。感謝いたす。城を攻めよ。みんな行け。皆の者、戦の支度。よし、高山城を捕らえました。投与していきましょう。まあ2名とも無理ですね。解放していきましょう。内城に向かわせましょう。城を奪ってみせます。敵はよく城を奪おう。いやー、でも間に合わないか。武吉さんは騎乗。この14の部隊も騎乗だな。14日しかないんだったらさすがに無理だもんな。なんとか内城まで行きたいんですけどね。この1万2000に期待だな。さてさて、残るところはあと金石城も。金石城だよね。金石城か。金石城も厄介だよな。6000もいるの。いやー、これは結構まずいな。城攻めと行くぞ。みんなついてまいれ。はい、伊万里城降伏。鍋島も投降するんじゃない。やっぱり投降しますね。では鍋島さん、仲間になってください。そしたら近づいてる軍勢で平戸まで行きましょう。肝付さんが仲間に新しく加わりましたと。ご命令とあらば。おげち、金井市場まで行きましょう。あの城をいただきに行こうか。木谷城からも金井市場に行きましょう。船井館からも
金井市場行きましょう。金井市場が一番取りづらい城になるでしょうからね、きっと。ここにカジキ城を向かいましょう。では進めていきましょう。となる陣を構えよ。よし、カジキ城をなんとか制圧。諦めて縄につくなよ。投与していきましょう。2名の、いや、まだ帰らないで。まずはカジキに人を入れましょう。大野さんにお任せしましょう。村上隊は内城ですね。で、この残ってる方で全員とりあえず騎乗だな。兵糧がなさすぎる。で、あと岩尾城。お聞きいただきたい。で、岩尾城から内城に向かっていきましょう。あと熊本城は城代がまだいないと。泉も出てるばっかりですか。出てますからね。では進めていきましょう。あー、キラーさんがついに亡くなったか。見果てたり。いやー、すげー活躍してくれたんだけどな。出奔は仕方ないけど、ちょっとキラさんがいなくなったのはでかい。元山城か。いやー、あれだけの武力を誇る。滝田さんにお願いするか。武勇はそこそこありますからね。宇野さんにお任せしようかな。ありがたき幸せ。さあ、どんどん出てくよ。よし、大村城なんとか落ちた。よし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 、敵将を捕らえました。投与していきましょう。さてさて、こちらの城の詰めた方々は兵糧あるので、金井市場行ってみましょう。平戸城ももう落ちるはずですからね。よし、平戸城を制圧。よしよしよし、北九州もあとはこれで対馬を残すのみだな。あ、入口さんがダメだったか。一番仲間になってほしい一人なのに。うん、帰還していいよ。二人とももうないでしょ。うん、村上さんだけ金井市場向かわせよう。城攻めですか。さてさて、金井市場、あとは近場の城兵力蓄え次第すぐに向かわせるって感じかな。はい、内城がもう陥落するでしょう。もう内城も終わりですね。敵を打ち砕いたぞ。はい、敵は引いたぞ。はい、内城陥落。敵が死に捕らえたり。いやー、向こうの本拠のはずですからね。16名投与成功。17名はじゃあ解放していきましょう。首を取らぬ。いや、まだ期間はダメよ。村上武義以外は伊作城を向かいましょう。で、武義さんだけもう兵糧がないですからね。で、元近も伊作城を向かわせましょう。で、軍事攻略目標伊作城と。今こそ時ぞ。よし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 、就任できる感触がなくなった。維新が1200。いや、これはすごいんじゃないの。あと親善できるのが織田王
婚姻関係にありますが、織田を落としてその後織田に攻め込みたいと思ってるので、浅井家あたりと同盟でも婚姻関係なんだよね織田と。だから尼子をどうするかだな。北条とは特に関心持たない。武田と同盟まで元地下でちょっとやらせるか。では進めていきましょう。城を制しました。よし、ようやく遺作落とした。縛り上げなさい。いいですね。いいな、いいな。一万田さんとか仲間になってほしいね。苦しめられたからな。お使いいたします。よしよし、その一万田さんが仲間になってくれた。で、相良がダメ、全開放。拾った命、無駄にはせん。よし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 。いやー、攻略目標達成です。騎乗してください。良き案があります。聞いていただけますか。お聞きいただきたい。聞いてください。さてさて、残る島津の拠点は金石城のみということで、出せる部隊は近場の部隊どんどん出していきましょうね。今に出したいんだけどな、兵糧がなさすぎるんだよな。平戸からも出すか。城攻めに行きましょう。ちょっとでも城攻めに向かわせましょう。あの城をいただきに行こうか。では進めましょう。登場しましょう。お使いいたそう。あ、東堂高虎いいですね。仲間になってもらいましょう。にわしを扱えます。亀井さんもいいですね。仲間になってもらいましょう。にわしを扱えます。入口さん仲間になってもらいましょう。主も力を尽くす。これでさすがに金石城もやったー。やっと落ちた。いや本当に長かった。何ヶ月かかったよ島津家滅亡。我が手に落ちた。仲間になってくれないかな。本願寺賢女、お断りよ。うわー、ダメか。やっぱ一族切っちゃうとダメか。あー、仲間にならないなら切るか。ただ切るにはもったいないや。もったいないけどさ、切らないと、切らないと、切らないと、あー残念ですね。もちろんです、帰還してください。今向かっている方々全員騎乗です。いかがだったでしょうか。ついについにあの強大な島津家を滅ぼすことに成功いたしました。一時はね、九州のほぼ全域をね、手中に収めていたあの強大な島津家。いやー、最後はやっぱり対馬が残っちゃいましたけどね。あそこはね、一番落としづらいんですよね。しかし、これで九州、中国、四国、こちら三勢力、まあ三勢力じゃないですね、三つの地域を抑えた我ら長宗我部家、果たして今後どこに進攻するのか。まあ皆さんもわかるかと思いますが、次回以降はその勢力に攻め込みたいと思います。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。